全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタクです。さあ本日はホラーナイトスペシャルということで、2023年この3人で締めくくっていこうと思います。ご紹介します。吉正夫さんです。よろしくお願いします。昼夜の階段を浴びる会代表の吉正夫です。よろしくお願いします。階段を浴びるんですか？はい、私吉正の階段を浴びる会というチャンネルやってまして、はい、代表をやらせてもらってます。吉正夫でございます。よろしくお願いします似てます。あ、ちょっとまずは早友くんです。はい、お願いします。あ、ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。早朝に生き量を浴びる男、新海さともです。よろしくお願いします。みんな何かしら浴びてるんです、ね、みんなそう浴びまくってる。浴びてるんです、ね、吉本は今浴びるが流行ってるので、はい、浴びさせていただいてます。今回早友さんのご紹介で、はい、そうなんです、はい、吉田さんとお会いすることがありまして、ありがとうございます。本日はもともと早友にタックさんに俺ハマってるからちょっと紹介してくれへんっていうのを結構言ってて、はい、言ったらすぐ動く早友なんですけど、で今回も言ったらすぐ動いてくれて全部ダサいですよ、肩書きにしちゃう。言ったらすぐ動く男早友、パシリ代表じゃないですか。でトモ君が動いてくれて今回この回に参加させていただきました。よろしくお願いします。早友さんのチャンネルでも吉井さんのチャンネルの方でも僕出演してますんで、ぜひ概要欄のリンクから飛んでください。よろしくお願いします。ちょっと贅沢な話なんですけど、はい、まあ、僕怪談聞くのとか怖い話人怖とか聞くのも大好きなんですよ。それをちょっとお二人に話していただいて1時間ぐらいの2023年締めくくるような。いいんすか？ちなみに吉井さんのことは知ってますよ、はい、だから僕そのテレビ知ってますよ。テレビ全盛期ですから。テレビっ子やって。テレビっ子です。いや、そんな出てないけど、ゾッとする話とかもすべらい話もそうですけど、はい、嬉しい。本当失礼な話ですけど、最初国沢さんと見分けがつかなかったんですよ、ゾッとする話の時に同じ時期だったから。そうそうそう。でもそう、確かに甘いマスクの怪談師としては、はい、やっぱ二枠やったんで、イケメン AB として扱われてて、はい、国沢さんも出てたし僕も出てたから、よく言われます。でも確か俺言っていい話か分かんないですけど、はい、国沢さんの当時のゾッとするのキャラは吉井さんのもうやめろよそれ、方々で言うのこいつマジで。俺はさ、ちょロケバスで綾友、はい、がそろそろ階段をがっつりするっていう時に、はいはい、どうしたらいいですかねみたいな、可愛、はい、い、こんなちっちゃかったっすわ、その時は綾友も、ね、その時にいや実は階段って夢があって、俺はもうやめて、掃除やめてて、でこんないいお金をもらったことあるし、こんなにもらえへんかったこともあるんよっていう話を早友だけにしたの。そしたら早友が俺言っていいですよねの感じでいっぱい喋るからやめろ俺いろんな人に言って回ってきて、俺7倍の額で入ってきたからやめろよお前。いやすいません、そんなそんな。いや、そう、別にそうっすよ、早友さん。そうだ、僕もその経験最近、はい、被害者の会作りましょう。これまあ他もやってんの。これやってますよ。じゃあタックの最高月収は言うなってお前桃鉄やんけ。いやいや、ずるいですよ。すごいね、僕の方に火つけて絶対言う絶対言おう。で早友さんの話ですから僕のキャバクラの話方々でしてるでしょこれ。あ、めちゃくちゃしてるでしょ、はい、何やねん。なんかその北海道でイベントがあった時にすすきのの町を支配したみたいな話まで。そんなこと言ってない。そんなこと言ってないですよ。まあでもさっきあのキャバクラの話したじゃないですか、はい、キャバクラってまあ言ったら女性が出てくるじゃないですか、はい、そんな知り合いの女性から僕が聞いた話なんですけど、ね、よくいけますねこの感じから、まあ、怖い。その方はですね、別にキャバ嬢とかわけじゃないんですけども知り合いの女性で、まあ、綺麗な方なんですけど、はい、その方から聞いた話が僕人から聞いた話の中で一番怖いなって思ってた話なんですよ。その方がですね、高校3年生の時に実際に体験した話で、はい、高3っつったらもう大学受験控えてて受験戦争真っ只中じゃないですか。そうですね、まあ、4人家族で団地の1階に住んでたんですけど、お姉ちゃんとお父さんとお母さんとその子、はい、まあ、一人一人部屋があったんですね。でその子の部屋以外も全員寝てる、はい、で深夜2時ぐらいまで受験勉強バーっとしてたんですよ。で勉強してる時に、まあ、うとうとしだして、あ、ちょっともう勉強やめてテレビでも見ようっつってテレビ何分か見てて、あ、もう寝ようかなと思って、もうその家で最後の明かりですよ、消して、その子は横になって寝ついた瞬間ぐらいにお母さんの部屋からうわーっつって悲鳴が上がって、大人の悲鳴も怖いけど自分の母親の悲鳴ってめっちゃ怖いじゃないですか。急いでお母さんの部屋にガチャッと行ったんですよ。だ家族全員で、そしたらお母さんが部屋の布団の真ん中豆球に照らされて普通に座ってるんですよ、正座みたいな。で電気つけて
どうしたのっつって、今男の人が抱きついてきたって言うんですよ。でちょっと待ってと、3人で急いでこの部屋来たけど男なんかおらへんやん、どこにおんのっつって言ったら、そのお母さんがこうドアの前に立ってるみんなをバッて指さすんですよ。で頭おかしになったんだって、そこっつって、いやいや俺たちがおらへんやんって言ったら、ドアの後ろから男がバーって出てきて、台所抜けて1階のベランダ飛び越えて、1階やったから駐車場の方バーって走っていったんですよ。でお父さんがすぐ警察連絡せーっつって、まあ娘とかお母さんも警察に連絡して、お父さん裸足でバーって追いかけるんですよ。追いかけるけどもう駐車場もだだっ広い、で1階ですぐ柵飛び越えれるから、まあ、逃げてもうたんかと思って、お父さんそのまんまこうよじ登ったベランダの方にもう1回引き返すように家に入ろうとするんですよ。そしたらベランダの下に靴がきれいに揃えられてるんですよ、うん、これ犯人が足跡残さんためにこれ脱いで入ったんやん、これ証拠として持っとこうと思って拾い上げてパッと顔上げたら、10メーター先ぐらいに駐車場のど真ん中に裸足のおっさんが立ってる。うわ、これ絶対あいつやってなって、お父さんブワーって走っていって追いかけて捕まえたんです。で警察が来て、もうそれこそ後日お母さん被害者なんで警察に呼ばれて、一応犯格って言われる、犯人確認しますよ、ね、で、まあ、ドラマみたいにマジックミラー越しにいるんですよ、お母さんは怖いから、その僕の友達の女の子を連れてちょっとついてきてくれへんっつって行くんですよ、でマジックミラー越しに犯人をパッて見るんですよ、お母さんが分からへんと、そういう時ってその興奮状態で顔が見れへん、よく言うのが道端でわーって出す男の人の顔を覚えてない、他に集中しちゃうから、でこれあるあるやから警察の人も大丈夫ですよ、暗かったですしねって。でもあのその犯人が部屋の中家宅捜索した時に、家宅捜索した時にその部屋の中にいろんな下着があったと、でこれもしかしたらお母さんのかもしれないんで確認してもらっていいですかつって取り調べ室がちょっと行くんよ、その押収物の部屋、そしたらブルーシートに下着がずらーって並べられてて、でお母さんパッて見るんですけど、私の下着ないですで隣にいた僕の知人の女性があれってなって、あれ私の、えちょっと待って、これちょっと前に履いてたやつ、えちょっと待って、これ中学校の時履いてたやつ、私セーラームーン好きなんですけど小学校の時履いてたやつです、ってなって、もう一回ちょっと私見させてもらっていいですかっつって、その僕の友達が取り調べ室マジックミラー越しに見たら、その犯人が小学校3年生の時の担任の先生、で、こうまた続きがあって、受験勉強をしてたって言ってたじゃないですか、この勉強のために数週間前にお母さんとその子の部屋を入れ替えてるんですよ、勉強のために。うわー、なるほど、はいはいはい、だから犯人は部屋も分かってたんですよ。でもっと言ったらその下着が汚い話ですけど、洗濯物から取ったもんじゃないですと、洗濯機の中から取られたものだと思います。だから十何年間その先生は引っ越すたんびに家を特定して、家の中生活行動パターン見て、あこの日おらんなっていうの入っていって下着を取ってたっていう。やっばっ、すっごい長い間いたってことですね。そうそうそう、十何年間、十一年間、めっちゃ怖ない、めっちゃ怖い。俺聞いた中で一番怖い。一番です。いやだからその部屋入れ替えたから鉢合わせたんですかね。多分僕が思うのは、お母さんの部屋やったんですよ、もともと入れ替えて、娘さんじゃないってなったから気動転して手をパッてやめたんやと思うんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど。それがもしもその友人やったらどうなっててんやろって思ったら、やっぱゾッとするな。でもお父さんすごいっすね、捕まえたの。かっこいいっすね。でも気づかなかったパターンもやっぱあるんでしょうね、世の中って。そうですね、確かに。発覚せずでも何十年も付きまとい食らっててみたいな、絶対あると思う。いやちょっともう見つかる方がないかも、今より怖い話。そんなわけない。いや、ね、で僕もじゃあ一コアでいいですか。あ、一コアいいですよ。ちょっと、タクシー運転手さんに必ず怖い体験ないですかって一応聞くようにはして、うん、
してるんですよっていうのが YouTube やってるんで、なんか話の種になることが一個でも見つかったらいいじゃないですか、はい、で一応聞くようにしてるんですけどほぼほぼないんですよやっぱり。でそんな中でこんなんありましたよって言って聞いた一つなんですけど、はい、まあまあ年の人でした。もうハゲてて両サイド白髪でっていう人で、なんか怖い体験とかないですかって言ったら、いや僕ね30年以上タクシーやってるけど1回だけありましたよって言って、もう10年以上前なんですけど同僚が殺害されたらしいんですけど、自宅 で、 で別になんか手前でなんか逃げてたとか会社ばっくれてたとかも何事もなく、朝帰ってきて納車してじゃあ帰るねっつって帰って家で殺されていたと。なんだろうなって言って、もちろん警察は会社の方に調べに来たんですけれども何も誰も知らないんですよ、はい、俺ら普通に働いてるから、まあそうですよね。それからちょっとして亡くなった同僚の方がその運転手さんの夢枕に立ったそうなんですよ。出てきて、で俺は殺された、お前らのすぐ近くのやつに、俺は殺された、お前らのすぐ近くのやつに、ずっと言ってくるらしいんですけど、金縛りで口も動かなくてもうそれを聞くことしかできないんですよ。どうすればいいかなと思った、頭の中で、ね、誰なんだそいつは、運転手か、会社で働いてる事務員か、誰なんだお前のこと殺したのはって頭の中で強く願った時にピタッと口が止まってのとこで目が覚めちゃったらしいんですよ。で分かんなかったんですよ犯人が。誰だろうなと思って、でもすごい体験して、初めてお化け見たぞ多分って言って会社行って、いや昨日よって喫煙所でみんなに言ってたら、俺も見たんだよって人がちょっといたらしいんですね。もちろんほとんどの人にはバカにされたんですけど、数人俺の夢枕にも立ってさって言って、マジかよなんつってたって、俺たちの身近に殺したやつがいるって言ってたよなっていう話が出たんですけど、それは証拠にはなんないので、まあ、扱うことはできず、で会社でもまあまあ気のせいだよって言われたんですけど、一人だけ彼他に何か言ってませんでしたかって聞いてきた運転手さんがいたらしいんですね、うん、でそれは殺されちゃった人の親友だったらしいんですよ、うんうん、まあ、一緒にパチンコ行ったりとか他協定とかも行くぐらい休日も遊ぶぐらい仲良かった運転手さん、この人だけはどうしても彼が誰に殺されたのかを知りたいから、たとえオカルト、まあ、幽霊が出たっていう話だったとしても俺は聞きたいんだって言って、うん、夢に出たんだよっていう人たちの話を真剣に聞いて回ってたそうなんですよ、うん、でその人も言ったらしいんですよ、いや俺の夢枕に立って身近に殺したやつがいるって、犯人誰って言ってました、それが分かんなかったんで、うん、犯人言うかなと思ったところで目覚めちゃってさって、そうですか分かりました、まあ、みんな似たような感じだったらしいんですね。そこからちょっと経って別の夢枕にその同僚が立ったんだよって言っていたうちの一人の運転手が殺害されたんです。え、でこの殺害した犯人っていうのがみんなに話を聞いて回ってた最初の被害者の親友の人だったんです、結局自分が殺したっていうことがバレるのが怖くって、はみんなに聞いて回っていたそうなんですよ。でこの時点で怖かったんですけど、僕はこの後運転手さんが言った言葉がすごく怖いんで、そんなことあって衝撃的でしたねみたいな話をしてたら、まあね最初からタクシー運転手になりたい子供なんかいないですからね、もともとはいろんな仕事してクビになったり会社そのものが潰れちゃったりとか、肩着にはなれないような仕事してた人たちっていうのが流れ着くのがこういう職業ですから、一人殺すとねそっから先はただの手段なんですよって言って、まあ、僕の自宅に着いたっていう話で、いや、その車に運ばれるのも嫌やし、自宅特定されるのもマジで嫌や。そんな重い話ってなりますよね。だから僕らは殺人事件とかってすごく重たく嫌な話だし聞くけど、一度それをやっちゃった人っていうのはその先の人生、あ、こいつもちょっとってなった時はもう平気でできちゃうっていう倫理観にバグるらしいっていう話は、その感覚が怖かったですね。うん、確かにその倫理観的なのがぶっ壊れる瞬間っていうんですかね、人のなんか、うん、誰か一人を殺めちゃった、例えばですけどあの愛犬家連続殺人の、あ、多分最初は結構思い切ったと思うんですけど、多分そこから先は割と作業のような感じだったんじゃないですか。マジしていくんやろうな、なんとも思わなくなるんですかね、思うので、それがまあ最近だと一番怖かったですね。いやだからでも夢で犯人出てくる系の話って結構ありますよね。あります、あります、あります、結構。これなんか捜査上というか報道上絶対公開されてないですけど、警察にも調べて出てくるんですけど、あの火炎瓶で襲撃されて人が結構死んだ事件、あるんですよ、暴力団関係の、これずっとあのどこの誰で共犯が誰かって全く分かんなかったんですよ、でもその、まあ、火炎瓶を使った
ところの一人が急に自供したんですよ。全然吐かなかった男は、うん、でこいつがなんで吐いたかっていう話なんですけど、これそれを捜査担当してた方、取り調べの方から直接聞いたって人から僕は聞いたんですけど、これ夢の中でそのもう焼けた姿の人がずっとその枕元で言ってくると、よくも殺しやがっ って早く罪を償えってずっと出てくると。でそれでもう精神的におかしくなっちゃって、もう言います、でなんでお前その急にそんな言い出したんだ、もう減刑されないぞお前って、こんだけずっと黙秘してたんだからって言っても、いやもうひたすら夢の中出てくるんですつって、でそれで事件が解決したっていうのがあったんで、あらがち結構事件の中であるんじゃないかなみたいな。でもそういうのってやっぱ証拠としてというか科学的に証明されてないから出ないんですけど、そういう事件ちらほらあると言ってました、夢に出るとか。これ本当都市伝説として聞いてほしいんですけど、うん、この間その元公安で働いていた勝丸さんっていう2番の監修されてた方なんですけど、その方に聞いたのが、うん、霊能力者とか超能力者が未解決事件捜査するって番組あったじゃないですか。はい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 、昔結構ありましたよね、うん、ありましたよね。あれ実は2割ぐらい真実にたどり着いてたらしいんですよ。でこれ2割って視聴者の人引くって思うかもしれないですけど、うん、警察が見つけられなかった事件ですから、確かに確かに、を2割当てれるって相当高い確率なんですよ。すごいね。でなぜこの番組がスタートしたのかっていうと、スポンサーをつけたのが警察側だったらしいです。はあ、ほうほうほう。日本の警察ってオカルトが証拠にならない、なんだったらそういうのを証拠として扱うのは禁止されてるし、はい、言ったら捜査から外されるらしいんです。でも何人かは、いやこれ絶対入れた方がいいって、その例が出たっていう証言、あまりにも不特定多数の人たちから証言が出るから、一個証拠として扱った方がいいよって思っている人は何人かいるらしくって、その人たちが作ったのがあの番組らしいです。なので、まあ、あくまで都市伝説ですけれども、まあ、やはり証拠になり得るぐらいのことって起こるんだなはちょっと思いました。やるのかな。実際なんか軽い事件で解決されたやつはあの番組流してましたもんね。そうです。なんか行方不明になってる自分の息子を探してほしいみたいなので、うん、本当になんか全部こう言い当てて、ここに行けば会えますみたいな、うん、で本当に行ったらいて、で、まあ、その方はモザイクかかってた男性の方で、うん、名前まで僕はっきり覚えてるんですけど、たくみくんつって、うん、で年齢はもう大学生ぐらいの年齢なんですけど、うん、母親が近づいてってたくみって声かけても、うん、もう全然知らないふりするんですよ。はいはいはいって、うん、でたくみやん、たくみあんた何してみたいな言っても、うん、ぼあたくみでもめっちゃたくみなんですって、うん、おかんからしたらめっちゃたくみたくみやん、はい、何やってんのたくみ、いや多分人違いだと思いますけどね、いや声も巧みやんみたいなやり取りが結構ある程度流れたところで、うん、なんかそのテロップでここからはその親子のみたいな、そのこの先は親子二人の関係上なのでその番組は立ち入れませんみたいな、放送しませんみたいな感じでその会は終わったんですよ。何があったのそれ。だから多分ですけど、まあ、お金とかを借りて、まあ、飛んだみたいな感じだと思うんですよ。で行方不明になってみたいな、身元バレるのが危ないみたいな。あもういやそんなことでなかったと思いますよ。そんな重い内容じゃなかったと思います。ただそのいなくなった息子を探してほしいみたいな、でもしかしたら事件に巻き込まれてるんじゃないかとかいろいろあったんですけど、なんか基本警察が行方不明とかで捜索願いが出てすぐに捜索しないパターンって緊急性がない時なんですよね。いや多分家出ですよって、だいたいその行方不明の9割ぐらいが家出とか、うん、急にやっぱ喧嘩していなくなるとかそういうことがほとんどなんですよ。っていうのも僕あの警察 その行方不明届っていうんですかね、失踪届の事件の対象になったことあるんですよ。えスパーンって見つかったんで、やっぱ警察の捜査能力ってやっぱ伊達じゃないというか、なんかその警察の捜査能力もすごいけど、今国民全員警察というか、あ、はい、そうですね、確かに確かになってるやんか。今一個ツイートすればすぐ判明しますもんね。そうそう、名前は伏せるけど結構有名な女優さん、大河とかも出てる、はい、でお仕事一緒になって学会ずっと喋ってたの、うん、でちょっと怖い話あるんですけど聞いてもらっていいですか、うん、聞きたと思ってその子は、まあ、文章を書くのが好きで SNS をやりだしたと、うん、でまあインスタもいいけど X の方が、まあ、文章的には読んでもらえるから、まあ、X を始めようと思って X バード始めたわけ。始めたら、まあ、僕らはもうちょっと X 結構やってるやん、はい、それが大事だからやってるから、そんなエゴサーチバンバンせえへんけど、その方は始めたてやからすごいエゴサーチするの、うん、で例えばね、仮名でその方が山下花子っていう名前やったとしたら、検索したら下山小花って
全貌逆転してる、はいはい、名前を使ってるアカウントを見っけたの、はい、ほうほうほう。でヘッダー後ろにあってアイコンがあって、そのアイコンが自分が一番好きな雑誌に、あ、これいい表情撮れたなっていうのをアイコンにされてたから、あ、分かってるファンやんって思って、はいはい、ちょくちょく自分の名前以外にも下山小花を検索するようにしたんです、はい、で、ある日ね、ツイートせえへんなって思ってたら急にヘッダーが変わんの、はい、そのヘッダーが川、なんか見たことあるなみたいな、なんやろこれと思いながら気にしてなかった。で、なんかそっから下山小花を検索しまくってたら、徐々に徐々に画像が変わる時がある。で、2週間ぐらいまた川が写ってんねんけど、ちょっと引きの写真でそれがガードレールが写ってる。で、ちょっと道も写ってる、はい、見たことあるな、うわってなって、でさらに数日したらまた引くの、ヘッダーが引いたら自動販売機が映ってて、そのさっき言ってたガードレールがちょっと見切れるぐらいで道がある。でその自動販売機っていうのが、その子のどこにも明かしてない実家の近くの地元の自動販売機を映ってる。でコーラだったりサントリーやったり、カルピスであったり、もうごちゃ混ぜの田舎特有、もうオリジナルベストアルバム自動販売機みたいな、絶対うちの近くにあると思ってて、え、地元の子って思って、地元民がやってるかこれ。だってどこにも出してないから、情報すら一つも出してない、でおかしいなと思ってて、でその時に初めてツイートされるの、あと100日とかで、数字だったらあと92日なんかカウントダウンされてるって、忘れた頃にもう一回検索したら、あと40日、もうだいぶいってます、あ、ヘッダー変わってるっつって、ヘッダーが次は曲がり角になってて、あれ、川ある、自販機ある、そこ曲がる、これ実家に近づいていってるっつって、やばってなって、であと2週間ってなった時にピンとくんの、あ、私の誕生日やつって、私の誕生日カウントダウンしてる、あと1週間ってなったら、もう実家のあと角曲がったところの路地が減ったなって、これ何これと思って、です言ったらその事務所の人に連絡して、多分大丈夫やと思うけどちょっと気をつけてくれへんみたいな、あ、分かったっつって、でいろいろ配備してんだけど、そんなことも忘れて誕生日の日になって、あ、今日誕生日の日やと思って、でお母さんからたまたま電話があって連絡を取り合ってたら、あ、なんかファンの人が玄関にプレゼント置いてくれてたっつって、門を開けて玄関の扉の前にバラがパンって置かれてて、はいはいはい、その日の下山小花のヘッダー見たら、その女優さんの実家の表札になってて、家の近くまで来てて、バラの花束を渡してたっていうのまで言ってんけど、これ警察のお世話になるのよ、その人も。え、お、そう、何も別に危害加えてないけど、まあ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 、いろいろ特定していったら、門の前やったセーフやけど、門入っていってるから不法侵入ですってなって、結果ストーカーのなんとか法に引っかかって捕まったんやけど、何で分かったんですかってなるよ。確かに確かに、あれ、お母さんとかお兄ちゃんとか友達とかコンサートとかイベントとか関係者のところにいるやんか、はい、何回も何回も足しげく通ってお母さんとか特定するの、そのまま後ろついていって実家割り出すって、いや、まず誰 もう止められへんやん、まあ、それは全員家特定されるやん、ね、いや、怖ーと。まあでも女優さんだからだろうな、うん、本当に。そうストーカー、あんま僕もストーカーの被害はないですよ、ね、俺もさすがに死んでる人ならあるけど、ないね、死んでるストーカーなんかない、普通ないっすよ。 NSC っていう吉本のお笑い養成学校があって、うん、まあ、僕らみんな出てるんですけど、うん、その養成学校でラッシュっていう中で優秀だったら出れるライブがあって、あー、なんかあったな、 MC したわ、吉井さん MC してましたよね、してた、してた、してた、で忘れてたみたいな、そのうん、わいや本当そう、吉井さんたちからしたら変みたいな芸人が出てるライブだから、本当にこのライブの1日6本のライブのうちの1つみたいな、そうですよね、若手がもう優秀な子たちが出れるよってライブで、うん、まあ、最初の青たがいライブ、はい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 、若手が好きな女の子たちが見に来るっていうの で僕もありがたいことに出させてもらいましてたら、ずっと俺のこと見てる子がいて、うん、
ファンかなと、うん、でも何やっても笑ってくれるわけでもなく、うん、でじーっと見てて、うん、なんだろうなと思って、でもちょっと嬉しいじゃないですか、うん、ファンだったら。で出ても出待ちはいなかったんですよ、うん、でそれから、また学校 NSC の方にネタ見せに行きましたってなったら、その子が教室の中にいるんですよ。お NSC の、うん、同期かと思って、うん、クラスが僕の時が6クラスあって、で女の子だったんで、女芸人クラスってあんまりよく分かってなかったんで、はい、女芸人の子かなと思ったんですけど、誰も触れないんですよその子に、はい、死んでる子だってなったんですよその時点で。でそれから僕同期と一緒に帰るっていう時もずっと後ろついてきてたりとか、電車乗ってる時は吊り革をこうやって捕まってたりとか、エスカレーター上がってる時は一段開けずに真後ろの段にずっとビターってくっついてたりとかして、やだなと思いつつ、でもリアクション取ると周りに変な人だと思われるから何のリアクションも取らずにいて、それからまた半年して NSC 卒業しまして、今度無限大ホールっていうところに行って、一番下の彩りオーディション予選っていうものすごい下のライブに出させてもらいまして、でその時に客席にいて、そのまだいるやん、取り付いてんのかと思いながら見てて、で終わりました、外出ましたってなった時に、当時うちの無限大出たところの正面にローソンがあって、今もうなくなっちゃったんですけど、でそのローソンの前にその子がいたんですよ。で目があって、初めてですよ、初めてにっこり笑ってされて、でなったらローソンの扉がブーンと開いて、中からご両親らしき人が出てきて、3人でフィアーってどっか行ったんですよ。生きてる子だったんです。どういうこと？楽屋とかにも？で、多分生き霊なんですよ。ああ、なるほど。なるほど。で、生きてるのもあったけど、でも俺が判別できてなくて、下手するとエスカレーターで真後ろに行った時とか、釣り革でこうしてた時とかってリアルだった。たんじゃないかって思うと、どこかの中一個でリアルがあってもおかしくないってことですよね。っていうのがあって思い返すと怖ってなったっていう。いやいや、めっちゃアホやん。ねえか、女の子が分からなくてやだなぁと思いながらずっと生活してるっていう。リアルなんですか、生きるの方がやっぱり。当時は全然見分けがつかなくて、まあ、そんなにはっきりした生き量っていうのも他にあんまり見たこともなくて、だからまあ最後にそのあどうもってなったのは、まあ、生きてる時ってことですよね、その本体ってことですもんね。でご家族で なんかちょっと怖いから一応バッて見た時に、当時その無限大出て右側にあの駐車場があったでっかい、その駐車場にまあ家族で入ってて車でビャーってどっか行ったんで、ああ生きてる人だって。吉田さんストーカーとかないですか？1年目から5年目までは、自動的に吉本の若手ってある程度のランクにいたら出待ちがいっぱいできるぐらいの若手ライブが盛り上がってる時期やって、で僕らもその若手ライブのピラミッドの2番目ぐらいに2年目とかにポンって入れたから、別に実力とか人気なくても少なからずファンがいたの。でライブが終わったら出待ちで毎回プレゼントくれる子とかいっぱいおって、例えばもう毎回プッチョくれる子とか、毎回缶コーヒータバコくれる子とか、おる中家電くれる子ってなんか迷惑そうなんかねでかいっすね。それがちょっとおしゃれやね、銀のファンとか、あの銀色のちょっとした扇風機とか、あとそれこそなんかこういうマイクとか、なんかいろいろくれる子が超高いっすね。そうそうそう、でまあ、あのお金もなかったし、当時彼女おるって言ってたから、その彼女の家に置くだけになるけど大丈夫みたいな、付き合わへんで絶対って、いや全然大丈夫ですみたいなことでくれてたけど、もう やめてって言って、今回でも最後にして、ライブ来てくれるだけでいいからって本心で思うやん、はい、その差し入れいらんから、チケット代に還元してほしいですみたいな、分かりました最後にっつって、折りたたみ自転車、忘れもしないキャプテンスタッグって書いてるあの有名なやつ重いなって思いながら持って帰って、でそれとは別件で1年後ぐらいにネットの番組の5組ぐらいでやるレギュラー番組が始まったの、で僕ともう一組の芸人さん2組で家ロケがあったの、でそれが盗聴器バスターズの人を呼ぶってなって、じゃあ玄関、吉井さんとか玄関開けましょうって、玄関ガチャって開けた瞬間ビーッって終わった、ってビーッって音階やんのかって言われて、もう全部に盗聴器仕掛けられて、家電そのもらった全部に、全部に、
全部もう一つ一つもうなくもう全部ビービービー、すごかった。じゃあ全部聞かれてるってことですね。聞かれてた。でこのタイプのやつは、はい、500メートル以内とか300メートル以内に行かんかったら拾えないです。 なんか心当たりありますかって言ったら、あるわと思って。当時俺南阿佐ヶ谷住んでて、はい、南阿佐ヶ谷の駅になんでこの子おるんやろっていうこと何回もあって、住んでるんですって言ったけど絶対嘘やって未だに思う。聞きに来てるんですね。そう、もうほんまこんなモノマネの審査員みたいな感じで多分聞いてきたんやろうなと思って。悪夢さんのハリスナオみたいな。そうやってで怖って思ってた。その子のアカウントは覚えてるやんか、ツイッターで。なんかたまに検索しちゃってて、もう今してないけど。ほんだら今、僕ら行った後のファンになって現段階でもファン。うわまだやってるってことですかね。これだからちょっと全部ピー入れて、ちょっと編集めんどくさいかもしれない。あの本当吉本にしか分かんないですけど、全員やばいファンの人が多い人たちです。いやこれ使えるか分かんないんですけど。絶対使われへんやろお前のその入り毎回しないです。それいやでも吉井さんからさらっと聞いてすっげえ怖かったのが、その、それこそ俺が心霊系のお仕事をもらうようになった時に気ぃつけろよって言われて、やばいファンとかつくぞって言われて、あそうなんですかって聞いたら、吉井さんにお手紙が来て、はい、その手紙パッと開けたら髪の毛入ってたと。おお、なんか嫌ですね。やっぱ怖いですね。怖ーと思って。でもありがたいことにしばらくそういうことはなくて、はい、まあ大丈夫かなと思ってた時に、あの昔今終わっちゃったんですけど、連載をしてて雑誌でコラムので、その中で皆さんのお便り募集みたいな、心霊写真とか、はい、なんか相談あったら乗りますよっていう手紙をバーッと募集した時に、あのパンパンの手紙があって、こんな長細い、はい、パンパンのもっこりしてるんですよ。もう封筒の中がもうグッともこっとしてて、はい、でもこも厚いわけじゃないですよ。なんかこうなってるんですよ。なんか特定の何かが入ってるみたいな感じですよね。はい、で、まあ、名前見ると女性なんですよね。パカッと入ったんです。全部でした。うわ、手紙なしです。え、ちょっと俺それで言ったらさもう今ちょっとそれで言ったらさ、で後輩の話の聞いてほしくて。のバリエーション、これ初めて喋んねんけど、この3年やっとなくなってんけど、最近ですか？この3年間ね、やっとこの11月入って、もうやっと終わった3年やねんけど、それまでの、だからちょうど5年前から始まって2年間毎月15日と月末月締めで女性の私が2週間履き続けた下着ですっていうのが送られてきてる。うわ、やだなめちゃくちゃ気持ち悪くて。で月15日もですか？そう、15日締め月末払いみたいな。その間履き続けてるってことですね。そう、2週間履き続けてる。2週間払いの労働みたいな感じでしたね。ずっと月2ぐらいの頻度でってことですか？で、多分それが興奮するのか性癖なのか、男性かもしれんし、なんか分からんけど写真も入ってんねん。そう、本当に多分ヒロイガじゃないちゃんと写真やねんけど、これがその犯人をおだてるのが嫌やけど、普通というかお綺麗というか、普通綺麗って言ったらムカつくから、もう普通綺麗でもなんかそう、汚らしい感じじゃないんですね。全然違う、もう気使ってる、まあ、ちょっとこうイメージしてる人とは違いますもんね、うん、なんかやばいというか。で、身だしなみもちゃんとしてるような人やって、2年間送りつけたのがパタッと止まって、今日で最後ですっていうのが送られてきてて、そうですね、そういうの。本当に結婚式の写真、その人と旦那さんの写真、気持ち悪いってなって、当時のマネージャー処分してくださいっつって、受け取らず処分してもらって、ずっと。てか旦那さん知らずに、知らんと思う、結婚しちゃったんですね、うん、なんかその おめでとうございますみたいなビデオレターを送らなかったんか。送るか誰が送んねん。ちょっとね、奥さんとの仲はあの下着を、月締めで送っていただきまして今ちょっと履いてるんですけど安心してくださいいやほんまに、でもほんまに震える、身の危険を感じる。確かに怖っ。男でもこれ襲われるんちゃうかって怖っと思って。じゃあ男性でも痴漢とか会うと頭真っ白になるって言いますからね。あ、確かにそうですね、そうですね、ほんまにあるんやな男性痴漢。僕本当びっくりするぐらいストーカー被害とかないんですよね。でもあるんじゃない、そろそろ200万人いたし。
いや、だ最初YouTube 始めて1年ぐらいの時に1回だけありましたね。おお、若手の時同じように写真が送られてくるんですよ、うん、で不定期で3ヶ月に1回ぐらいの頻度だったんですけど、あの自分の手首をこう切ってる写真、うわ、写真も多分ですけど、なんかスマホで撮ったのを現像してるみたいなの で暗いところで撮ってるんでこう見づらいんですけど、あの、まあ、リスカットカットしてるっていう写真が送られてきてて、でその時しかも事務所公開してたんですよね、場所を。でそれがあって今公開してないっていうのもあるんですけど、でその公開された場所にこのお手紙として来てて、その後僕その当時その事務所の近くに住んでたんですよ、車で5分ぐらいのところで。でそこ夜中ベランダトンって叩かれる音がして、怖っ、すぐカーテンシャッと開けたんですけど誰もいなくて、うん、でそこ見たら下着が落ちてて、うん、マンションタイプのところに住んでたんで、あ上から落ちてきたんかなと思ってたんですけど、うんうんうん、なんか見覚えある下着なんですよ、うん、なんだなんかどっかで見たなって、こう濃いピンクと黒の下着だったんですけど、うん、これこのリツタカットのこう腕映ってるじゃないですか、その腕でこう映ってる下着の色だったんですよ、多分その人なんですよ。怖い話怖そこから、まあ、住所は今も公開してないですし、プレゼントの受け取りも全部拒否してるんですよ、怖くて。あ、なるほど。でももうこれ6、7年前ぐらいなんで、もうそこからは1回もないんですけど。でも確かに吉井さんのじゃないけど盗聴器の可能性とかも出てくるから、確かに盗聴器怖いっすよね、めっちゃ怖いっすよね。なんか受け取らない方がいいのかもな。なんかネクタイみたいにこのプレゼント包んであって、うん、こうよかったら受け取ってくださいみたいなのあったんですよ。ネクタイかなって、ちょっとなんていうんですか、このぐらいの長さのプレゼントってちょっとテンション上がりません、ね、うん、なんか、はい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 、正方形よりもなんか、うん、長いのなんだろうっていう、そう、うん、長いなんだろうと思って、うん、でよかったらこれ使ってくださいだったんで、うん、もう嬉しいと思って、ありがとうって受け取って家に帰って開けたら、うん、延長コードだったんですよめっちゃあるちょっと延長コードめっちゃもらう怖くないですか。延長コードは盗聴じゃなくて、はい、あれ GPS、 俺言われたもん、 GPS 入れれるんですよ今つって。あ、これもあんま言ったらあかんのかな、充電源があるやつじゃなくてUSB みたいなところに入れるんですよ、気をつけてくださいつって言われた。入ってます GPS。 それあの多分絶対わからないと思うんですけど、地獄 YouTuber と言われてるあの文人さんっていう YouTuber の方いらっしゃるんですけど、うん、本当家がゴミ屋敷な方なんですけど、その方にあげたんですよね、うん、まあ、でもゴミに堆積されたらね、GPS も届かへんからその人に伝わってる GPS 情報は全部文人さんの位置情報が伝わってる情報で、最初盗聴器あるかもしれないですよねみたいな、こういうのってみたいな言ったら、あ、私盗聴器調べるそのなんていうんですか、マシンみたいなのを今開発してるっつって、それができたらそれ見ときますよって言って預けてる状態で、まだ帰ってきてないんですよ。だから多分まだ開発できてないんですよ、それなんでそれ開発もう世の中にあるものをなんで開発しようとか2.0 みたいなことなんか全部自分でやりたがるんですよ。なんかアマチュア無線とかも自分でやって、無線組み立ててとか、パソコンも他のパソコンにも全然劣るのに何台もつなげて1個のパソコン作ってるんですよ。なんか違法じゃないんですよ捕まりますよそのうちそのもうそれで開発してるんですよ。でもありますよね多分ね。一応女優名だけ伏せてほしいんですけど、さんをテレビで霊視するっていうの企画をやった時にめちゃくちゃついてて、多分ストーカー被害に遭うし家に盗聴器ぐらいザラにあると思いますっていうのを言ったんですよ。で多分オンエアもされたんですよ、うん、でその後その女優さんが自宅でインスタライブやって、うん、今日ねなんか化けがね見えるっていう芸人さんに補聴器あるんじゃないかって言われた放送があったんですけど、名前は忘れられてたんですけど、今からインスタライブ中に探してみたいと思いますって言ってポッてなんかボタン押したんですけど、ポッとボタン押した瞬間パーってなったんで、余裕でありましたね。アイドルの方もほぼほぼあると思ってたからいいかもしれないですね、プレゼントは。でこれは本人に聞いたんじゃなくて、俺はこれ聞いてさらにうわって思ったのが、その盗聴器誰が仕掛けてたのかっていう、事務所が仕掛けてたらしい。いやそっち突席はないですよね。僕その仕事柄そういう女優さんとか某アイドルさんとか仕事することたまにあるやんか、すごいよ個人管理。その自分の家をマネージャーにも教えへんから、電話番号も教えへんし、セキュリティえぐいところ住んでるから、うん、そういうのもあるから、マジでとんでもないとこ住んでる。そのこんなとこ住んでんのとか、あこのセキュリティやったら無理やわっていう、みんなの人目つかんところばっかに住んでるから、なかなかやと思うねんな。すごいっすよね。実家は特定できるけど、まあまあまあ、家は無理やと思う。ずっと監視されてますよね、基本的には。いやですね、もうだからアイドルの方とかってもうそれが当たり前なんでしょうね、そうストーカーがいるとかっていうのは、基本見られてるの。いやそうか、
か。でもなんかストーカーをしてる側の人の話を聞いたことがあって、あんま聞かないしてる側なんですかね、うん、まあ、一応好きで好きで仕方がない女の子がいると、うん、でもうその気持ちを抑えられないで、もう家とかまで気づいたらついていっちゃってたりとか、その子のなんか私物が欲しいと思ったら、あの外に洗濯物が干してあってみたいな、それを持って帰ってきちゃったんですみたいな。その時はあ、そんな感じでこうストーカーになっていくんだなというか、うん、その子の何かを取りに行こうと思って言ってるわけじゃないと、うん、もう気持ちが抑えられなくてダメだダメだと思いながらやっちゃうみたいな、うん、最初そんな感じだったんですよ。でその話を僕結構長い間聞いてたんです、うん、そしたらある日、まあ、その僕は止める側ですよ、もちろん、うん、それはダメだと、うん、でそのやっぱ相手の気持ちがそうじゃない、嫌われてるというか、その拒否されてるんだから、そういうことはしちゃダメって、うん、いやそんなこと分かってるんですよってこう言い返してくる、うん、そういうのが続いた時にその方警察に捕まったんですよ結局、うん、まあ、接近禁止命令を出されました、うん、その後もで禁止命令出されてももう気持ちを抑えられないと、もうどうも無理なんですって、なんでそのやめられないんだろうって、まあ、もちろんその欲望を抑えられないっていうのもあると思うんですけど、その方曰くですけど 1% ぐらいは望みがあるんじゃないかと思ってるらしいんですよ。うわ、怖、なるほどね。だから確かにあの子はその僕のことを嫌いで嫌だって言ったけど、それはその時の雰囲気で警察もいたし2人っきりじゃなかったから、2人っきりで話せば絶対分かってくれると思うんですよ。まだ 1% ぐらいは僕に対しての気持ちがあると思うんですって言い切るんですよ。いや、じゃあそれどうやったら向こうでも嫌ってどうやったら分かるんですかって聞いたら、いや、もしね、その僕が刺されたりしたら、あ、本当に僕のこと嫌いなんだって分かりますけど、そういうことはされてないんですよみたいな。うわー、もうじゃあだから思い込んじゃってるの。だからちょっとやそっとの脳じゃストーカーってやめないじゃないですか、はいはい、その理由っていうのがやっぱ 1% とか勝手にこう思っちゃうんだよね。 1% 残ってんじゃないか、自己肯定感強っ。あ、それもあると思いますよ。確かにすごい、うん、でも変な人よ。俺も一人俳優さんと一緒にお仕事してから、その人のファンから DM がめっちゃ来んねん、はい、その人もうやばいもん。私は今宮崎県にいますけど、はい、その A さんが宮崎県に来るときは絶対私に連絡くださいっていうところから始まって私は今日から2日間東京の何々区の何々ホテルに泊まっています、うん、A さんともし連絡取れるんだったら来るようにしてください、うん、さもないとあの人はこの世にいなくなりますみたいなで脅迫です。次の日にごめんなさい言い過ぎました、うんうんうん、でも私は何をするか分かりません、恐ろしいですよめちゃくちゃ怖ない？でもこれ半月に1回ぐらい送ってくるからはいや、そうやっぱいろいろいますよね。いますいます。俺もあの名前伏せた方がいいのかな、さんと。いや伏せろってお前もうさピーピー入れんの面倒やろ。コラボした時に、まあ、あのファンがすごいたくさんいらっしゃる方なんで、はい、あの俺の方も応援してくれるようになった人がめっちゃ多いんですよ、はい、で ありがたいじゃないですかと思ったら DM がポンと来て、あの聞いてください、困ってるんです、まあ、彼は私のことをすごく好きで、え、私にずっと生きりを飛ばしてくるんです。うわ、で今日も頭痛がして吐き気がして肩にずっと乗っかってきて、もう彼のことが憎くてしょうがないです、どうやったら彼が私を好きなことを止められますかって言ってる、その人のアイコンとヘッダーどっちもさんでしたなんか変なパターンですよね、うん、思い込みなのか、すごく変なパターンで、ですよね。でも心の中では自分が好きだっていうのは分かってるわけじゃないですか。絶対好き、あんたが好きじゃんっていうのは分かってるけど、ね、向こうがそうなんですみたいな、私にずっと生き量飛ばしてくるんですってずっと言ってくるんですよ DM で。これでもさ、こうは考えられへん。例えばその人がさ、はい、むちゃくちゃ可愛かったら話変わってこへん。自分のめちゃくちゃタイプやったと結構マイナス点じゃないですか。どんなに綺麗な人でもこんなことしちゃうやつはかける 0.6 ぐらいになるよ。そのその公式は分かんないですけど、うん、1.1 普通やったら綺麗やったら 1.5 ぐらいやんか。まあまあそうですね、まあ、それ許せる範囲も広がりますもんね。そうそうそう、勘違いしてる人だと思います、ね、普通に考えたら絶対そうよな、絶対そんなしたらあかんしな。人多いですからね。これちょっともうちょいでかいスケールの話になっちゃうんですけど、すっごい個人的には怖っと思ったのが、ツイッターまだ X になる前ですね、ツイッターだった時代にクソリプ送ってくる人っているじゃないですか、あ、はい、なんかお前なんかクソだみたいな、絶対いますよね、死ねみたいなことを送ってくる人たちっているじゃないですか、はいはい、特に炎上が何か世の中で起きた時はそういう人たちって湧いてくると言うんですけど、はい、会社側が調べたらしいんですよこいつらの特徴を。おー、はいはいはい。特に、まあ、過激な言葉を言う人たち、はい、クソだとか死ねとか言ってくる人たちっていうのはものすごい数いるけど、どんな中身なんだろうを調べたところ100人しかいないらしいんですよ。え、100人がものすごい数のアカウント作ってて、あー、なるほど。でダーって攻撃していると。で、あ、100人
なんだ。じゃあこの100人のアカウント全員停止させちゃえば、うん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 、アドレスとか共有してちゃってたりとかもするし、結構楽な作業だから、そしたら過度なヘイトスピーチは止まるぞということで、うんうん、これは日本でもアメリカでもないんですけど、ヨーロッパ圏の国なんですけど、止めたらしいんですね、はい、そしたら全く別の100人が現れたらしいんです。ありみたいな、まあまあ働きありだね、法則ありますけど、だから排除したらいなくなるわけではないらしいんですよ。ああまあまあ、ただそれ自然の摂理的な話かもしれないですね、ぽくて、だからもしかすると必要悪って言い方はあんま好きじゃないですけど、まあ生まれざるを得ない人たちなのかな。じゃあ絶対そうですね、ミュートしちゃえばいいんか。そうそうですね、見えないようにするっていうのがね、やっぱり一番いいですよね、うん、僕全然関係ないですよ、すみません、全く関係ない話なんですけど、昨日なんかすごく仲のいい友達が誰々の結婚式行くって聞いてきて、うん、で誰々っていうのもめちゃくちゃ仲がいい友達だったんですよ、うん、で僕招待状来てなかったんです、うん、招待状来てないわみたいな、ちょっと気まずいというか、いやでもお前が呼ばれないってことはないんじゃない、うん、悲しいなと思って、ちょっと気まずいけどちょっと聞いてみてくれないかと、もしかしてなんか事情があるかもしれないし俺送ってないっていうっていう風に聞いてもらったんですよ、はあ、そしたらいや連絡しても帰ってきてないからっていうのを言われて、そんなことあるかと思って、で LINE 開いたら確かにいるんですよ、そのアカウントはいるんですけど、まあ連絡来てないんですよ。あだからやっぱなんか来てほしくない理由あんのかなと思って、でもまさかと思って、うん、もう自分のブロックリスト見たんですよ、うん、そしたらマジで200人ぐらいブロックしてたんですよ下覚えないんです。それがちょっと怖くて、ただ見ると僕が頻繁連絡取ってた人とかよく遊んでた人とかがブロックリストに入ってるんですよ。これがいつ入れられたのかもう僕全く分かんないですよ。でも、まあ、僕今からだいたい5年前ぐらいですかね、うん、結構そういう携帯の中身をしょっちゅう見るような女性と付き合ってたことがあって、うわーなるほど、勝手にその LINE してる相手に僕を装って僕のアカウントからその連絡をしたりとか、うわーインスタツイッターとかでやったっていうのが実際あったんですよ、うん、1回。もしかしたらその時にブロックしたやつじゃないと思って、ね、遊び誘うなよこいつをと。そうなんですよ、うわその中にはもうめちゃくちゃなんかいろんなことを報告したかった人とか、その恩師であったりとかって人 もうブロックリスト入ってて、昨日もう全部ブロック解除したんですけど、まだ招待状来てないですねそれもだ誘われないかも、誘われてないか、それはそうなんかもしれないそれきっかけで知ることができたんで、よかったですけど、ちょっとストーカーナイトみたいになってました、ね、そうですね、いやストーカー一回も心霊の話してないかもしれない。お化け出てないですね。お化け出てない。人がよく出た。事件の話でした。以上。事件の、うん、吉本事件の話でした。まあでもね、タックさんには招待状は来なかったですけども、僕のチャンネルの招待状は渡してるので、もしよかったら僕のチャンネルと早玉チャンネル見てください。お願いします。これ CG で3人がカラスになって飛ぶ感じで無理ですか？あのなんとかそうやりますけど無理かやっときます、やっとくんかい、ね、というわけでですね、今カラスに若干もうほぼカラスに近づいてると思うこの状態でもその状態エレンデ中もやって徐々にカラスになってきますから、どうもありがとうございましたからカラスになるやんかさっきのちょい前から徐々にというわけで今日もの間もずっとなってます、今もだからこうなっていってるなってます、まずいですよ、早く閉めないともうカラスが喋ってるみたいになるので、はい、というわけで、本日はですねホラーナイトということで、シークス早友さんと吉井さんに来ていただきました、概要欄の方にもチャンネル貼っております、そちらの方にもですね同じ時間に僕出演しておりますので、ぜひ皆さん見てください。何かお二人告知とかありますか？ぜひチャンネル、登録高評価、ベルマークの通知、早友吉井ともどもよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。